いてえ。何それ、どうやったらいいんだよあれ。一体が精一杯だな。くそ。でも、あ、一個しかないのか。雷はでも、これ何の現場だ？それ邪教武器ってのも知らんな、まだ。あ、もしかして、あれ？あのクラブ？邪教のクラブ、これか。はあ。そういえばそっち行ってねえな。行けんの？かな。行くとしたら？なんもないか？行けないか？メッセージが一個もねえしな。アイテム的なものも見えないし。もし行けるんだったらなんかありそうだもんね。石を出したまえ。出た。ナイスである。この人も出してくれるかな。石を出したまえ。おお、いいですね、素晴らしい。お、これで雷プラス3が、もう一個取ればプラス4までいくのか。お、こちらへどうぞ。よし。おお、すごい！ 100%ドロップ。よーし。すごい！これちょっとプラ5まで、あ、プラ5じゃない、プラ4までいけちゃうのこれ。もう。ビリビリ、ビリビリ。どうしよう。プラ4にしちゃいたいな。戻っちゃう？戻っちゃう？うん、これ 100% 出たってのはこれ戻れっていうお告げだろ。戻りましょう。はい。何すんだ。さあ、ビリビリを強化してください。プラス3。おお。そしてプラス4、ついに208。あ、ギリギリだった。オッケー。で、あとは、そうだな。うわっ！そういうこと？原盤が必要なのか、雷。ってことは、プラス、15はもしかしてできないのかな。両方得るには2周しなきゃいけないってことかな、もしかして。可能性あるな。さあ、いかほど強くなったんでしょうか。おお、素晴らしい。これは楽だ。ああ、ドロップしない。やはりさっきのお告げだったか。あら、全然出ない。やはりさっきのは奇跡。神の導きだったんだな。一匹でいいよ。ああ。塗る？はっ！ドロップ！よし。ああ。
ダークハンド。もしかしてさっきのあの技が使えるようになるという。ん？武器じゃねえのか？あー、あった。ダークハンド200。カースに、何？なんとかされた、ダークレイスたちの技。闇のソウルによって人間性を奪う。人間性を奪う。旧姓の技をなし、また特殊な盾ともなる。へぇー。偉大なる古いものともなれば、人間性あふれる聖人として、一度に全てを奪い取ることができるだろう。あ、俺もしあれか、生身だったら、また、亡者にされてたってことなのかな。ちょっと装備してみっか。いや、やめとこう。後にしよう。ちょっと、それ後にしよう。まず、うわ！ちょっとお化け来てる、お化け来てる、お化け来てる！やべえ！死んだか？死んだが。ブブ！あら、もう全然ドロップしなくなったね。やっぱさっきの4連続は神がかってたな。全然出ねえ。わあ、出た！出た。久々に出た。うん、出ないか。で、はいはい。で、ダッシュ。これもう真上から落ちちゃって大丈夫なのかな？で、あれだな、すげえ追尾性能のあるホーミング紫。あれ、あまり離れすぎると撃たれちゃうのかな、あれ。あんまり距離を、あんまり距離を置いたらダメなような気がする。さあ、来い。くらえ。せい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 。しゃあ、早い。さあ、もう一体どこだ、もう一体どこだ、もう一体どこだ。来た。ほい。よしよしよし。せい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 。ああ、死ぬ死ぬ。飲め。よし。せいせい。よっしゃ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 。さあ、どっちだ。どっから来る。コロリン、ああ、ジャンプしちゃった。コロリン、よし。コロリン、ああ。コロリン、よし。押せ。よし、飲め。こりゃあ武器のおかげだな。おお、なんだ、やられた。でも半分ぐらいだったの確か。よし、ちょっと待て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 。飲め。
フロリン、うん、痛い痛い、フロリン、ちょっと正面ダメ正面ダメ、フロリン、よしよし、きれい、なんだ、あ、倒したか、うわぁ、よかった。いやー、逃げ勢4つ。ここにも現れるんだね。これでも端っこってあるのかね。ずーっと歩き続けたら落ちたりするのかね。もういっか。じゃあどうしよう、一回戻りますか。ジェージェ、これで王のソウルは最後。あ、説明見てなかった。闇に落ちた4人の子王のソウル、火の時代の最初に、最初に見出された王のソウルの一部。かつて4人は小論道の偉大な指導者であり、特にグイン王に見え、皇王の位を授かり、その偉大なるソウルを分け与えられた。それは一部とはいえ、はい。もう一個か。あと誰だ。とりあえずだな、またソウルいっぱいあるから、まあ、石に変えとくか。あー、ロングソード、そうだね、プラ7、プラ7、プラ10までしよう。何個欲しいんだ。1、2、3、4、5、まあいっぱいだな。18個はいらんだろう。とりあえず10個ぐらいかとくか。はい、はい、プラ10、あと5個か。はいはい、で進化で結晶のロングソードを1本作りましょう。はい、これ塊1個必要なんですな。はい、うん、ん、なんだと。アルトリウスの体験、グインのソウル、なんで。じゃあロングソードもう一本買わなきゃいけねえな。あ、違う、あ、違う、大王の剣が、あー、グインはまだ倒してないからか。なんだ、ロングソードもう2本買わなきゃいけないじゃん。2本、じゃあとりあえずアルトリウスの体験を作りますか。はい、体験か。ロングソードじゃなくなっちゃうんだな。まあいいや、使おう。はい、あ、これでデーモンのこれが必要なんだ。デーモンのくさび。で、結晶論争は、ああ、これもやっぱ塊なんだ。はあ。ちょっと装備してみようか。はい。あ、
うわ、全然足りないやん。うわ、要求高え。18、18、18、18。へえ。いやーでも体験モーションなんだね、やっぱりね。かっこいいなー、でもこれめちゃかっこいいやん。まあね、直剣コレクションとして、まあとりあえず論争もう2本買わなきゃいけないな。これ深淵にさ指輪つけないでいたらどうなるの、これ。真っ逆さまかな。行ってみっか。一応立ってる、立ってる、立ってる。着地しちゃったらもう良かったのかな、もしかして。あの高さから落ちても大丈夫になるアイテムだったとこかな。まあいいや。ドラえもん。また論争売ってくれ。論争2本。んで、じゃあまあかけら1個買おうか。どうしようかな、行くところがもうどこ行きゃいいんだ。もうとりあえずあの化け猫退治でもすっか。化け猫退治、あいつもいつか倒すのかな。ああ、いるいる、おるな。あっちにも、こっちに来ていただいた方が。おお、痛いです。早速痛いです。ちょっとこちらに来ていただいてもいいですかね。あ、こっちはあまり来たくない感じですかね。こっちの端っこで、じゃあ、あ、うん、ああ、ああ、割とすばしっこい感じで。おお、ほっ、おっ、ああ、怖いですね、怖いですね。おお、ああ、なるほどですね。痛いっすね。あ、これ、ここやばくない、やばくないですか。ああやばいっす、やばいっす。ああやばい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 。ちょっと一回下に逃げちゃったりしますか。はい、ああ、そっち行っちゃう。ああ、お仲間来ちゃった感じですかね、これ。ブッ、よし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 、危ねえ。あ、来てますな。2体は無理でしょこれ。ちょっと1体ずつな感じでお願いしたいんですけどね。ああ無理。あ、来た来た。あか、いや、ちょっと2体は無理っすわ、マジで。もうこういう感じでしかちょっとやれないっす、2体だと。マジで。いいっすか、そんなんで。いや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 。こんな感じになっちゃうんですよ、こんな感じに。それはちょっとやっぱダメでしょう。どうですか。ああ痛いです痛いです。ああもうちょっと境界線な感じでちょっと、うん、ちょっと
すいません。ちょっとずるかったですね、今。いや、残り2体無理だって。ビリビリビリ。おぉ。いや、しかしこの。あ、いたいたいた。はい、一応猫の声出すんだな最後。ふう、さあこの先に何が。意外と何もなかったりするのかな。あ、なんかある、なんかあるぜ。悠々ソウルでした。あれ、それだけ。マジっすか。あら、嫌だ。あとあのマタンゴたちを倒してどうなるかっていう。あ、いっぱいいるな。こいつら何なんだろう。なんかでかいのいる。でかいな、明らかに。あれがキングマタンゴなのか。